おはようございます。ディレクター申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。ですね、結構ね、最近また職場の話なんですけど、最近なんかこの話題多いな。職場が憎いんだろうな。最近ですね、やっぱ職場がね、全体的にね、パートさんとの士気が下がってたりとか、これとどめを返しの刺激で刺して、で何？もうだからさ、モンモス殺しマジでやめろ。え、何してんの？何してんのお前。おいおい、左上にオーブねえじゃねえかよ、お前。おいさ、それ、ちゃんと説明しろや、ほんとにもう。ないの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 もういいもういい終われ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 終何それ。さあ、ここからあと2つが鬼門でございます。こちらですね、簡単に、難しい点を言います。こちらスペシャルカード使えません。はい、こちらスペシャルカードは使えません。敵が伝説の勇者、はい、敵が SP を使ってくる、とどめは回心の一撃、敵の勇気は3ターンで溜まる。頭おかしいです。ただでさえ強い勇者に対して、こんなにこっちは制約をつけて、しかも向こうはスピード使えるという制約のまんま、これをクリアしないといけません。下手すると次のドリアムなんかよりよっぽど難しいんですよ。俺なんか初回の時にこれやった時に2時間くらいかかった気がするんですよ。やばいですよね。ちょっと今回はでも、理論は分かってるんでね、サクッと突破したいと思います。しかもさ、この伝説の勇者さ、自分が使う時よりさらに強くなってるからね、補正。勇気補正が恐ろしい。もう3ターンに勇気たまるはもう完全にコンピュー補正だしな。いや、私ひらめきましたよ。どうせですよ。どうせ時間のかかるチャレンジになるんですよ。じゃあもう全部 A にしてさ、いつか行けるようにすればいいんじゃないかと。脳死ですね。いやー、本来はできなかったこのね、構成。そう、本来は主人公を入れるしかなかったんですよ、今まで。ですが、トロールキングがいることによりね、もう DLC のおかげでね、痛恨版モンスターは3体に増えましたんでね、もうね、こうなったら、もう、ご了承いいんじゃないかと。はい。もう A でね、これもうご了承って言ったらさ、そのうち倒れつくだろうみたいな。そのうちいけるだろうみたいな、そういうナメプですもん。てか、勇者に多分、デインブレイクあるんだよね、そう。これで麻痺っちゃうからさ、結局のところなんか無理そうな気がしてきたけど、麻痺らないんだな、これは。さあ、3回いきますよ。さあ、行くわよ、パワースタンプ、せーの。はい、よいしょだから、とどめ返しの撃もヘッタクでもなくて、全部返しの撃打っとりゃさ、そのうち倒すんじゃねえかなっていうことですよね。さあ、数後の撃せーの。はい、よいしょー、そう、いけんじゃねえか、ほんとに。待って、勇者最短撃破、いけるか。だってこれであと2発当てるだけです。ちょっと待って、あるかも。え、その考え正解じゃない？ただ、3ターン目までに決めないといけないよ。とどめ飛んでくるからね。SP 使ってくるんだよね。SP 何使ってくるからな。怖い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 。はゴリ押し論かよ。おい、お前もゴリ押すんじゃねえよ。まあ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 、妥当かな。あとでもこれ一発当たれば勝ちじゃね。あ、デインブレイクやだ。こういう時にまひらしてくるの一番害悪。は嘘。逆転補正、逆転補正をつけるな。逆転補正ここに来たよ。これ待って、大きいルチが当てれば勝ちです。いや、大きいルチ当てれば勝ち。逆転補正に負けるな。もう逆転補正入ったらくの早すぎだろ。一瞬でいけるな。もうキュッて当たれたじゃん。それをぶち壊す。せーの、はいよ、はいよ、はいよ、しょーやったー。
よっとぜ。